何年ぶり、何年ぶりですかね。一番最後に、最後に、なんか治った。一番最後にプールに行った記憶がもうないんですよね。それぐらい、もう、あの、初めてぐらい <laughs>、初めてぐらいプール行きました。初めてぐらい、本当に、サマーランドかな確か。東京、え、え、かわいい何これ なんじゃこりゃあわあありがとうございますミネマツさん。え、かわいいなんこれめっちゃかわいかった <laughs> すごーえ、み、みんなも見えたすごーかわいい私ミニオンめっちゃ好きで。うわ、ヒントさんえさっきと違うえぇ、ー、かわいいミニオンかわいいめっちゃ私ミニオンのさ、スタンプとかさ、着せ替えとかさ、 あの、UFO キャッチャーでミニオン撮ってみたりするぐらいミニオン大好きなの。え、めっちゃ可愛い。一番、ちょっと、あのー、湧いたわ。<laughs> 一番湧いた。今日一湧いたミニオンで。わー素敵。ありがとうございます。めっちゃ可愛いね。こんなのあるんだ。いつからいつからあるんだろうか。え、めっちゃ可愛いんだけど。なんかさ、今日渋谷行ったっちゃけど、 渋谷通ったっちゃけどめっちゃなんかさおっきなミニオンのトラックがさなんかいっぱいいた今日からなんですか昨日からかななんかいっぱいさミニオンのトラックとかあったしなんか今日ユーカリミニオンの傘さしてたしええ <laughs> <laughs> 写真この写真で我慢してくださいお許しください こんなさこのちょっとあのアイコン見てくださいよ。なんかユカリンとか超セクシーでさなんか大人っぽいポーズ取れるのにさ「尾上さん見てよこんなスタイルの悪いポーズ」<laughs> 頭でかく見えるし足なんか短く見えるし何このポーズ意味わからんくない <laughs> なかなかに、ね、意味わからんよねこれ。そう自分でもアホやなって思いながら <laughs>。 アイコンにしようと思ってあお久しぶりですこんばんは今日は雨あったっすねこの写真ヘラヘラしてるなヘラヘラしてるやろう終始ヘラヘラしてたわ朝起きた瞬間から今までずっとヘラヘラしてますえお姿見える恥ずかしいしかもさ最近虫にめっちゃあの刺されてからめっちゃね足にね虫刺されるの跡が残っとったよ 今日少なかった方なのかなサマーランドっていうのはユーカリンはもうユーカリンはすごいよ <laughs> 飛び込みたいの上なのか <laughs> 今から飛び込みまーすっていう顔これ <laughs> このアイコン面白い <laughs> 今から飛び込みまーすって顔やったらめっちゃ面白い <laughs> 面白い <laughs> ちょっと想像したら面白くなってきた <laughs> 面白くないこれ <laughs> 飛び込みまーすって 面白いねそれはえ雨はですねでもなんか室内やったけんかまあまあ被害はなかったですけど外行かんやったっね結局ほ、うんといい表情「とっとっと」っていう顔ですねこれはなんかユーカリンって自撮り書とかたどり書とかわからんさわからんわからんとよなんかいつも決め顔しとっけんか <laughs> あれそれ自撮り 私りるみたいな顔ですねこれはきっととっとっとーっていう顔おみちゃん泳ぎないから結局なんか泳がなかったよそんながっつりはそうけどね私泳げないんですよだから髪とか顔とか使自分で使ったりしないんだけどめちゃめちゃとびっちり違うとばっちりだ めっちゃとばっちり受けるんですよ。もう小学生とか中学生とかがもうガンガン騒いでてもう水しぶきガンガンきますね。もう無理だった。もうマジでねバンバン来るの。私がそう水しぶきがガンガンかかってさキャーとか言って小学生がで私の顔にバシャバシャ水がかかるんですよ。その結果今最悪なこん コンンディションですねそうゆかりんと夜ご飯食べて帰ってきたけんさ10時半ぐらいに帰ってきてそう意外とねまだゆっくりできてないお風呂も入りたいっすね結局シャワーとかも浴びてないけんかそうちょっとベタベタしてるな <laughs> 足は洗った綺麗に足洗ってあの着替えてソファにいるけど。 えお風呂ついてるのえ,しえマジ誰が言ったそれ誰が言ったナイトプールって何今日はお風呂入りますよやめて山脈とか盆地とか言わないで何か悪いことしたのえどういうことしてないしてえそうなのお風呂についてるの地下にマジ知らんこと チ行けなかった雪菜はね行けなく分からない今日はねなんか前から予約しとったとかじゃなくてさ普通にさなんか朝起きて電話するっちゃねゆうかりんにで今日何するって言ってプール行こうかみたいな感じで決まるけんさそう今度誘いみたいに次は雪菜とか美ゆ子とかもみんなと一緒に行きたい 行きたいなみんなで行ったら楽しそうあそうそうそこのね箱根ユネッサンスっていうとこと迷ったとよけどねなんでそっちに行ったのかなえナンパとかされないですよ全然ナンパとか全然されないしゃべ,べりかけられもしないししゃべりもしないし <laughs> ずっと二人の世界うちら二人の世界え本ほんとですか鈴木さん 鈴木さんアクティブな人ですよめちゃめちゃそうやろ美恵子再デビューしたよんでマジで私一番驚いたよねしかも私あのファンの方の DM で知ったっていう <laughs> なん面白すぎるみんなマスクみんなしてなかった誰一人してなかったあーなんかインダしなくてって感じやったねびっくりしました 今の話、あ、そうそうそう,そう、美恵子がね、再デビューしたらしいし。ちょっと聞いてみよう、どうなんて。てどうなんですかって、最近の調子は。初めまして、シュガ、シュガキョウさん、初めまして、お鍋みずきです、よろしくお願いします。 まあね危ないよねけど確かにそうなんだよねプール <laughs> マスクしてプールは感しく本当に変な感じだよねしないのも変な感じに感じましたなんかしないのはしないのであこんなにマスクみんなしてないなんか景色を見るのって超久しぶりだなあって思いながらどっちにもびっくり <laughs> そうそうだよ。なんでおじぎしておじぎしてないんだよ。こんにちはじゃないんだよ。<laughs> 初めましてとかじゃないんですよ。普通にえこれとっとっとっていう顔。写真撮ってるのっていう顔ですよ。はい。うんー？セクシー路線に変更ですかいや <laughs> めちゃめちゃそんな気はありません。一ミリもありませんそんな。 そう動かないのか3年間そうだ、ね、本当に3年ぐらいずっとマスクつけてるん石川さんも大家さんも元気ですそりゃよかったですそれはよかった,ですそれはよかったこの間寄せてますかえ何がですかって <laughs> 何,何の話みーちゃんもグラビアするしないよ声かからないよ ああ、そういうことね。違う違う。だって手後ろにあるもん、これ。前にない、後ろにあるよね。なんか、作る、作らんとかじゃそういう問題事で、ね。ユーカリじゃないんだから、お水木は。そんなことしないですよ。もう自然、自然な体勢、これは。<laughs> そう、写真撮ってるの。後ろにあるよね、手これ。うん、後ろに回してるわ。生地は多めですね。あんまりね、お湯、なんか、私服も、 ちょっと待ってあそう私服もあんまり私露出少なめなんですよ。だっちゅうのって古い古いそうでから何の話だったっけあそうあんまり私私服でもねそんな露出多くない方なんだよね基本的にたまーに着るけどねあんまないけんかそうなんか恥ずかしくて。 恥ずかしくて生地多めの水着を買いました。知ってるよ。ちょっとだけちょっとだけ。知ってる？だっちゅうのちょっとだけって何。そう！いいぐらいじゃない？ぐらい。どこで買ったの？マジでね。マジでね。今日お母さんお仕事してるからお仕事中なの？まだそう。お仕事中とかなんかお仕事の用事でご飯食べてんだけど。 この水着もうびっくりした本当にびっくりした本当にびっくりした高すぎお水着ってそんな高いんだって思いましたマジでびっくりしたんだけど本当にもう一生買えない私いやお母さんには言えない <laughs> お母さんに嘘ついちゃった <laughs>「いくらしたの?」って言われて「うんな,なんとかええんだよ」って言ったら あーちょっと高かったねでも可愛いいいっかーみたいなになったんだけどマジで高かったびっくりした本当にもう一生この水着で生きていく <laughs> 来年も再来年もずっとこの水着を着るぞおーしかもズボンはズボンセットで買ったんだけど本当はズボンは本当はもっとセクシーなのなんかセクシーすぎて恥ずかしいなと思ってズボン履いただけで本当はもっとセクシーそう 7,000円って言ってきたけど、ね、違う違うえっとね1万円安く言ったのお <laughs> 母さんにはそういやそうだよね水着って流行りあるじゃないですかでなんで買ったんだろうこんな高い水着でも本当になんか水着の相場知らんくて私だって本当に水着なんてあんま買わないもん私さ海泳げないから海も行かないしプールも行かないの だからさ違うもっと1万円より上何万円だったびっくりしたもんもう泣きそうだった写真集出したいわもうこれ写真集出そうかな一人でこんな高い水着買ったんだからてかマジで私皆さん私はもうこの高い水着を買ったんで今年はいっぱい海に行って。 写真撮ります海に行ってプールに行ってこの水着をあのもう着こなせなくて着尽くす着尽くしますえな何これつむつむみたい可愛いアニマルピースだって可愛いつむつむ思い出した私ねつむつむやりすぎて目つぶったらね頭の中いつむつむあっねつむつむめっちゃやったあとにお風呂入ってシャワー浴びながらねあの あのシャンプーやりながら目つぶりゃったらねうん頭の中につヤつヤがなんか出てくるの末期だよ病気だよほんとにやばいやばいあそうそうそう上のひらひらはね撮れないよひらひらは可愛いからひらひらにしたんだもんデジタル水着写真集ねどうか専属で写真撮ってくれる人とかおったらな カメラマンとかおったらないっぱい撮ってもらいたい私もひらひら撮ったらとだからひらひらはひらひらついたままさひらひらさひらひらもうひらひらいやいやひらひらじゃないひらひらです頼めば知り合いにカメラマンさんじゃあちょっと紹介してもらっていいですかとかそんなそんなダメでしょ うん貝殻水着なら広い罠でも確かに自分で作ればただなったものを何万円もかけて買ったのかパレオって何ですかケデでかんだと浮き輪浮き輪持って行ってない浮き輪借りれたのかないやー面白い面白かった水,水泳っていうかんだプールは時期だったら だったらした <laughs> チキねチキなんかエモそうやな水着とったら <laughs> ファンクラフフ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 フ靴下はフかんでしょ。靴下はフかんでしょ。ビキニがいい。ビキニってフフ ビキニってどう、なに、ビキニってどういうのがビキニなんだろう。まあ、楽しかったでしょでも、なんかさ全然なんか泳げんのがさ残念だったな。もっと泳げたら、楽しめたのかな。すいすい。すいすい、また行きたいな。なんか、あじゃない日がいい。あめ、本当楽しくない。あ <laughs> 何がたの、何をたの、何が楽しかった。うん。唐揚げ。唐揚げ食べてる瞬間が美味しかった。 それで水泳が終わってあ水泳じゃない <laughs> プールが終わってユーカリンと焼肉食べたのが美味しかったそう飛び込まんよ飛び込まんから揚げと焼肉が美味しかった今日はそうなんかなんかね息は <laughs> 息はねあの高速乗ったっちゃけど帰りはね下道で行ったけんかで今日は床人があのき運転して帰りが私だったので時間あるし帰り下道に行くかみたいになって私が長く運転しましたね残念残念ああ先にすればよかったって言って。 残念ってなったけどねまあ楽しかったですよ夜も夜のドライブ帰り眠すぎもうちょっと眠そうになる,なるかなと思って、まあ、若干疲れてはおったけどなんかまあ寝るほどではなかったね結構遠いんかさ私なんか好きだったあっちの方東京なんですねほんとびっくりしたえ結構遠かったんだよね1時間何分が1時間2時間 アイキビ聞きながらだよ「真夏のサングーって言って <laughs> つぶやきながらそうレンタカーですえでもめちゃめちゃ好きだった雰囲気なんか東京じゃないみたいやったあきるの詩は田舎えなんかさ私めっちゃ好きだったのやっぱりあきるのしっていうのあ,あるあきるえあきるのしっていうんですかあきるのめっちゃね なんか好きだったうわちょっとなんか雰囲気いさはやに似とるなって思いながらそう歌う時は前もって言う <laughs> 歌ってやる絶対歌ってやるそう高尾山えめっちゃ好きだったなあの雰囲気なんかほんとちょっと田舎だった東京に比べると都心部に比べるとだって駐車場があるコンビニがいっぱいあった あるしドライブスルーもあるしそうサマーランドにあるゴルフの打ちっぱなしにはえー、そうなのあるんだそんなのゴルフの打ちっぱなし行きたいちょっと床にさせていこう今度 <laughs> 東京の西の方は自然だえー、埼,玉ほ埼玉の方ってことねーあるあるっぽいよ東京に西ってあるんだあるらしかよ 声かけてくる男いいなほいなんと、ね、私にベル切ってもらってもいいよほんとにこれ嘘ついだったら一人も私たち私ユーカリン一人も声かけてこないよ別にだってみんなだから今日ちょっと少なかったかもしれんねもしかしたらうん再イトバしてないしね100万円でどうですか <laughs> やばいやろ100万円って100万円もあったら焼肉10回いけるわ 高級焼肉回けるそう子供を襲いかけたかけてないけどなんかそんなえー、ちっちこめっちゃかわいい話あるわそんなちっちゃい子おらんかったって言おうとしたんだけどめっちゃかわいい子がいて今日超 <laughs> めっちゃかわいかったなんかねマジでね超かわいかったんだけどあのねあの更衣室があったのよ更衣室ってみんな一緒にバーって。 追ってからめっっちゃ可愛かかたのなんか超ちっちゃい2歳児ぐらいの男の子がね足私たちの足元に来て <laughs>「お母さんと間違えたんだろうねユーカリんの足にしがみついたの」<laughs> めっちゃ可愛くてキュッてユーカリんの足にしがみついて「えこれ <laughs> ユーカリんとえこれユーカリわざと置いてるの? <laughs>」。 どっちみたいなお母さんと間違えたん間違えたろかと思って間違えたっちゃろうなって終わったっちゃけどマジしんちゃんみたいな子やったっちゃけどでめっちゃ可愛かったのその子が上水遣いで私たちをねクリってニヤってしながらね <laughs> 見てくるのやばくないマジで可愛かったのでもそのにまに「ママ」とか言ってどっか行ったから。 あママと間違えたのかなって言って話したんだけどあの子やばくない今のしかもさなんかいやなんかね海パン履いてた海パン履いとった男の子がめっちゃ可愛かった私私の方に来たというお先にねで床に気づいてなかったさでかわいいって私ヨルトに床に気づかんでユーカリの足にしがみついた瞬間に気づいた <laughs> 面白すぎだってあの こいつに男の子一人だけやもんね確かにどれがママかわからんくなるよねいや <laughs> 2歳とか3歳とか,か4歳ぐらいかな3歳なんかおかっぱのね男の子可愛かったねきのこ頭やったきのこ頭の絶対中身おっさんやろって思ったよ私も確信犯やったあれは完全にユーカリンの足にしがみついてましたからね 可愛かったなおみちゃんの足には私の足じゃダメだったみたいユーカリンの足の方が良かったのかもね日村さんみたいな感じだった確かにめっちゃ可愛かった、うん、私の足じゃダメだったみたい <laughs> 超可愛くてさっていう話なんかちっちゃい子もそんなちっちゃい子もいなかったし なんかどんまいなんかどんまいですねおすぐっと見たかったなでおすぐっとねなんかあんまり見えてないねちょっと皆さん誰にも気づいてないみたいなんですけどインスタ見たかったなシリーズで言うとついに私は一生みんなに見せることがないなかろうと思ってたんですがついに私の唯一の全身私の 頭の先から足の先っちょまでで唯一ほくろがあるところがお腹なんですよ。お腹に1個だけほくろがあってそれ以外あんまり黒いほくろがないんです私。そう唯一ね分かりやすく1個「これほくろやん」っていうのがお腹にあるんだけどインスタグラムよくく見てくださいちょっとだけ見えるんですよ。<laughs> <laughs> ぜひ気になる方いたら誰も気にならんかホイズのほくろなんてはいほくろあるけん見つけてみてよーくおなかちょうどねちょうど見えてたのなんかおなかの普通さ左側は隠れてんだけど右側のおなかのとこだけちょうどねほくろが顔を出してるんだよねそう。 僕も映してって言ってるような気がした <laughs>。そう。ほくろがあるの。ここだけね、みんなに人生で一回もだからど、ど、どのタイミングでも見ることないじゃん、おなかのほくろなんて。そう。あ拡大コピーして部屋に貼っておく <laughs>。面白い <laughs>。面白い <laughs>。あ、うさん、こんばんは。ありがとうございます。ゆうさんもこんばんは。ありがとうございます、皆さん。 んえマジあそうなんだえー、そうなのえー、見たいちょっと調べようえー、ガチではずでちょっと見てみようステディえー、でもありそうだね確かにえー、あったんだ自分でも気づかんかった面白っ自分でも気づかんのやばいえー、全然気づかなかった もうなくなってるインスタなんか、全部なく、全部はなくな、全部、ん、ちょっとしかない。よーく見てみる、ええー、本当、全然わかんないよ。今日はラジオ配信なんです。そうなんですよ。今日はね、プールに行ってきてね、なんか髪もね、あの顔もね、もう崩れ落ちちゃった。崩れ落ち。う <laughs> ん、今日のためにダイエットしてた、いや、急遽決まったけんさ。 全然ダイエットなんかしてないやばいよえやばい私ドレッシング出しっぱなしあった <laughs> 待ってねえ今気づいたんだけどさドレッシング出しっぱなしあったここにやばいあやばいやばい今日暑かった暑かったっけえ腐ったこのドレッシングわいい匂い腐ってないわ多分 なんかゴマドレッシングね出しっぱなしちゃった今日の朝食べたんだけどまあいっかアウトアウトやだ腐るわけない嘘ドレッシングで腐るのでも10度以下に保存しろって書いてあるここになんだよいつからえー、だから今日の朝でも結構今日暑かったしなクーラー入ってないしえー だかかららさ8時間ぐらいですかえもっとか今日の朝最近12時間ぐらいダイエットできるそうだね超ポジティブ <laughs> 確かにダイエットできるって言って食べてみようかな塩分多いから草なえそんなことはそういうのあるんですか食中毒になるうわなんかドレッシングだけ初めてにおったけどこんな臭かったんだごまですごま半日置いとったけどどうやろうか ダメ大丈夫どっちなんそう私お腹めっちゃ弱いんだよねけどマジでさ私本当に体強いとってお腹だけ弱いっちゃけどアポポさんありがとうございますボブ私マジで体強い4年間1回も熱出したことない風邪ひいたことないでも貧血はなるイエーイ <laughs> すごくないだからコロナにもまだなってない そ私すごいじゃんって言ってお腹弱かい,いそう弱いっけんさやめとこうかなどうしようかでもなんかもうちょっとしか入ってないしいいかなって思,思ってきた申し訳ないなんかごまどりには申し訳ないんだけど言うてねあとちょっとしか入ってないそうよかったわいっぱい残っとったら悲しかったけどそう ななんとかか風は引いってえーおーおーおおんかユーカリんと同じこと言ってる人がいるな私が一生懸命ユーカリんにさ自慢してるのにさそういうユーカリンはそんな言うんだって「若は風邪ひかないって本当なんだ」とか言ってさ「違うんだ」ってそういうことじゃないもんって言って言 <laughs> う話をしてました「大宮は風邪ひかない」って言うやろ言います言います言いま,す言いま,す言いません <laughs> 風邪ひかないんんだもんこれもちょっとみんなに自慢するのやめるだってみんなそうなるもんね絶対そうなるわよしもうこれこの自慢今日でおしまいにするおみととアアホはアホははバカは風邪ひまあそうね気付かないんだろうね風邪ひいても <laughs> 風邪ひいても気付かないんだろうねバカだからきっと免疫が強いから 私めちゃめちゃ免疫強いですよ免疫っていうか抗体が多い抗体が多いんだよねそうあのこれ普通に科学,科学的なっていうかちゃんと健康診断の結果で出てるあれですよあの出たらめじゃないですよ真剣な話そう抗体が多いんですよだからそれ関係あるのかな知らんけど <laughs> 知らんけど 関係あるかもしれないないちょっ抗体っていうさあるじゃんそうそれが多いんだって私血液ドロドロらしいよ赤血球が多いっちゃん赤血球やったっけ白血球やったっけ <laughs> え赤血球やった白血球ちょっと忘れちゃったそうなんか血が多いっちゃん血,血がなんか抗体じゃないその抗体じゃないコロナになってないよ そうなんですまだなってないんだけどまあいつかなりそうな気もするけどな東京にいたら俺も引きこもりだから風邪ひかないまあ確かに引きこもりだから風邪ひかないのかもしれないね私そうだねドロドロはコレステロール違うコレステロールじゃないコレステロールじゃない美人革命それね中学の先生から教えてもらった 美人革命だからな気をつけろよ水木」とか言われて「えっコワ先生コワゴ先生」と思ってその時何言ってんだと思いましたけどね突然でもなんかその先生はちょっとなんか苦手だったおいちゃん苦手だったなんかいつもちょっかいかけてくるからそうでなんか美人革目って何なんですかって聞いたら なんか美人な人は短い命なんだみたいな話意味わからんやろ <laughs> 意味わからんやろって言いかけた先生にだって部活のなんか休憩中にさ突然言ってくるっちゃうもんそうなん,なんの怖いあの先生怖かったわ <laughs> そうなんかね なんか変な先生だったうんあ,ありがとうございますマッチさんボブ友達じゃない友達ないいや1対1やったもん怖い怖いやあの先生は変な先生だったそう変な先生多いよねやっぱり意外と多い多い多い苦手な先生多かった私 苦手な先生ああ多かったわ普通に年を取ると美人であそういうことなんだそういうことでもあるんですねその先生のなんか名前も忘れてさ <laughs> 私は変な生徒やったね確かにそうスカート短いって言われて足が長いんですって言ってたもんその先生 <laughs> ずっとだって本当なのこれマジで私先生になんか ふざけて言ってるわけじゃなくてなんか尾上さんスカート短いよみたいな「なんか曲げてるでしょ」って言われてチェックされるの「いや曲げてないんですこれ」って「本当に曲げてないんです」って「同じサイズみんなと同じサイズです」とか言って本当に曲げてなかったのにさめっちゃいいでも言ってやった何か <laughs> 足が長いんですよって言ったそしたらまあなんか許された <laughs> なんかね私 制服なんかあのお下がりだったのそうみんなお下がりだったんですよそうだからなんか合わなかったんだろうねちっちゃかったんだろうねそう何のためにえ分からん私も別に短くしたかったわけじゃないんだけどお下がりだったから短かったんですよ短くしたわけじゃなくて中学生の時身長が高くてそう百まあ162とかですけど今と変わらず。 1> 中1とか中2だとね162って結構大きい方なんですよ女の子でそうでまあ地域の地域のお,お家の近くのお姉ちゃんからお下がりでもらったんだけどそれ着てたそしたらちょっとちっちゃかったのだから私なんかワンサイズちっちゃい制服ずっと着てた制服お下がりってやばくないえ <laughs> 制服お下がりってやばくないお母さんとめっちゃ喧嘩してたもん そうなんで制服お下がりなの?」とか言って <laughs> そうでもなんか卒業したタイミングでお母さん言ってくるけんねなんか3年間着るものお下がりはちょっとあれやったねみたいな <laughs> そうなったうんそうその,子その子からお尻大きかったんですよ <laughs> にでもね周りにいっぱいお姉ちゃんたちがいて。 い,っぱいいいいいいっっぱぱたたからいっぱい届いたのお家にみいちゃん来てーって言ってからいっぱい届けてくれたのねお姉ちゃんたちが。で結局ね制服がね10着ぐらいもらったのみんなに。そう10着ぐらいもらって結局ねおかんが「こんだけもらっとったやけいらんねえ」ってやったの言ったの <laughs> ひどいよ私新しい制服欲しかったのになんてこと言えなくて。 言えないそうそうでまあまあその時は言えんかったけどなんか1年ぐらい経ったぐらいになんかえお年もう新しい制服がいいと思って喧嘩したお母さんとそうそしたら卒業するタイミングでなんか「ごめんねみーちゃん」とか言われて「<laughs> 今更かーい」ってなったけどね。 今日正直水んで言た。ったんとね 200mg ぐらい 200ml ぐらいほんと飲んでない今日飲まんといけんお家に怒られるうん水着の制服のお下がりなら喜んでもらう人 <laughs> 喜んでもらってくれる人おるお下がりのお下がりやけど大丈夫あのえー、っともう7年目とかになっちゃうけど大丈夫 ?7 年目とかになるよ プールの水な飲んでないよ飲めないピールピプールの水なんて <laughs> やだなんかなんかまずそうメロンソーダはねあれね半分ユカリにやったけんかあれぐらいちょっとしか飲んでないお下がりならぬおみおみおみ, <laughs> <laughs> おみおみがりどういうことよおみおみがりやだ私の制服は結局ねもうそこで 出ちゃったのかなもうそれ以上は多分渡してない気がする「辛いだね乗らんかったもうどう見てもねあれはやばいことになるね」って言って髪もカンてしまうわ私が来たって私の制服欲しい人って言って誰も手あげんゆユーカリンとはシェアできるエッが私が飲んだ後にユーカリンが全部飲むのそうだからシェアはしてない 波の出るプール波の波で出てたっけあれ。近下り欲しいです。欲しい人いた欲しい人がいたわあ、嬉しい <laughs> 嬉しい孝太郎さん、こんばんは。おみちゃんです。やった欲しい人いた嬉しい嬉しいなんだいたじゃん <laughs> やば。 テンション上がった。えどうし俺だよ俺カフェオレどうしよう反応に困っちゃうそれ俺だよ俺カフェオレ俺だよ反応に困っちゃう面白いですね面白いですなかなか出てこラジオビジョン見つけたぞえ,ー、え初めましてですかえー、嬉しいです初めましてラジオビジョン このアイコンで <laughs> だってか <laughs> 10万円からオークションが出てそんな高くやばいやろ水木姫やん知ってるか <laughs> 知ってるやんか絶対初見さんじゃないじゃんえなんかさあのー、制服って高いとよ結構高いくて1着ねなんかね10万円ぐらいするとか言った気がするなんか夏服冬服 でなんかブラウスとか全部揃えたら10万ぐらいするって言っておかんが10万ケチった <laughs> 10万ケチって10万円分なんか別のに使った方がいいとか言って意味わからんもう初見ですいや初見ですめっちゃ好きやんダジャレでも私もダジャレ好きだよ勝負するじゃあお題ちょうだいみんなでダジャレ大会でもするかしないしない <laughs> 制服高いとってほんと10万ぐらいするんだってね素敵やん、ね、ありがとうございます水着の5枚かえ,えもっと高い水着ラジオ配信かわいいありがとうございますこのアイコンでかわいいって持ってくれとありがとうございますうさんのお下がりうさんはさ彼はね私立に行ってるからね中学から <laughs>。 そう韓国は一番えー、そうえでも韓国のさ制服めっちゃ可愛いかよねなんか六本木クラス伊テイテもんイテイテ,イテボクラスえっ2万円超えてるよびっくりしちゃう本当に <laughs> アイコンから声が出てる出てるか出てるよほらよく見てよく薄目で見てみ口が動いてるでしょそうリュウさんはね そう私立に行っちゃったから彼はねもうちょっとうらやましかったよね新しい制服で新しいカバンにみたいな感じそうそうなのエ,エクステしてるエムステ見てねえねえ、ね、関係ないやエクステとエ,ムステエクステしてないしエムステも見てないですよ前も何ぼも当たり前よ当たり前2万円からオークションでねえ え水着 <laughs> 違う制服あそうそう、ね、何の話もイテウォンクラスあるじゃんかのなんか六本木クラスってあってそれ見てるんだけどねみんな来てくれるね水着でやっと次からを乗せちゃおうかな <laughs> そう,そう受験受験ね合格したっけど何の話えそうそうそうイテウォンクラスの <laughs> どんどん話のなんかごちゃごちゃしてくる <laughs> そうのやつね見よるっちゃけどめっちゃ可愛いってよ韓国の。 制服がめっちゃ憧れるなんかイテウォンクラスの日本版なんだけど多分そうなんかちょっとね韓国に寄せてるんだよねあのドラマ絶対そうだよね制服とか日本っぽくなかったもんちょっとなんか韓国風な制服だったよねあれはそう可愛、ね、い,いなと思いなどうしては違うみえー、無理もうあんな高い水着一生買えないもう無理無理 もう来年もずーっとこれこの服でデートしてくるます露出やばすぎるやろこんなんで歩き寄ったらもう怖い怖い <laughs> 怖いよこれで歩き寄ったまさかアイコンから飛び出しててこんよね来るかもしれんよほら今にも出てきそうな顔しとるやん <laughs> なんか出てきそうな体勢しとるやん <laughs> ハイレグって何ですか知らんハイレグってえ尾上姫はね長崎県やでー <laughs> やでとか言ったら関西みたい長崎県ばい長崎県シーンのプレゼントしますかわいいよねーシーン何しとっと,シーン何しと,っと シーンっってめっちゃ可愛いよね私もね時間があればね通販でよかったっちゃけどな急遽行くことになったから急に買ってさバカたがかったわもうびっくりした本当に <laughs> 本当にびっくりしたびっくりしたアイコン何見てるのん何何ホルミえなんナンバー,ナンバー写真載せますよ今日はひえー、長崎県なんだ平井県かと思ってやめて長崎県です 嫌いうまいですけどカステラかそうカステラとかちゃんぽんとかですかね甘酒意外とみんな知ってるねカステラ強いんだねやっぱりイメージが水着韓国水着じゃない,い韓国水着めっちゃ欲しいっちゃん私韓国水着私今日い家に行ったとよ水着屋さんで「韓国水着ください」って言ったら「ありません」って言われた「なんでやねん」 なんでやねん韓国水着が今の流行りででしょなん水着屋さんに韓国水着がないとよって思ったユーカリうん自分で選んだよなんで知ってるかは水着屋石井だよああえ私言いましたえどういうこと <laughs> 私が言ってたの悲しいんってハウステンボスですねそう福山雅治さんとか長崎,ううと長崎リベンジャーズどういうこと東京長崎リベンジャーズ え、見たことないの私まだ。見たいっちゃうけどな。東京リベンジャーズね。韓国のり、韓国のり美味しいよね、マジで。ください、ありますって言われ、韓国のりください。じゃいいのください、ありますって言われた。えどういう、どこで <laughs> 監督、水着ください, <laughs> い。いいですよ。この高い水着欲しいですかいいよ。定価で。 買ってください <laughs> 私の買い取ってください <laughs> 男磨いてます歯も磨いてます素晴らしいですどちらも磨きましょう <laughs> それは <laughs> 磨き続けてください <laughs> 男も歯もね私も女も歯も磨きますから <laughs> いつか長女女ちゃんのようにええねーそれやばいね何好きで水着写真集作るってやばくないめっちゃエモいわ定価高くてかわんやろ絶対 値段以上のに全然お値段以上だったのかなでも可愛かったけどなうんキムチとたくあんが好きなキムキムもう止まらんやん止まらんやんかダジャレが私もダジャレ言いたいなんか一つうん男ですけどか <laughs> 着る着ますフフリフリしてでも 男の人あに、に男の人でもいけるぞ韓国海パン韓国海韓国海パンってあるんですか韓国水着的なあるの男バージョンはそれは海岸の多いっちゃけどさ全然泳げんという私月浜はん月月間はボンドでつけ月間月は月は,月はつけてません つ<付>けま <laughs> とか一回もつけたことないつけまつけたいんだよね唇セクシーやんマジカイパンキな何それなんかドラマカイパンキねえゾゾタウンで安くて3000円ぐらいで売ってるのもう言わんでもう聞きたくないそんな安くて売ってるなんてそんな現実知りたくない私ユーカリンでダジャレ作ってうんいいよ え、ユーカリンかうんユーカリンか,んリンかえ一番好きなダジャレはコンドルがミリコンドル何コンドルってコンドルって何コンドルって何さ知らんウォータープルーフ ウォータープあ顔ですかかまつ毛と全然。全然。落ちますよ、水に濡れたら。なんも出てこん。ユーカリンであいうえお作文いいよ。ユうカリンの「ゆ」うん。ゆっくりと。う。運転をする。か。かわいい。り。 ヘヘヘヘヘヘッて言ったっけゆっくりと運転するかわいいり <laughs> ンとしたうんやっぱりゆかりはかわいいお<笑><笑>いいですね上手やんか。 ホンドルって何初めて聞いたんだけどそうすごい力がねないんだよほんとにうん難しいなははははは <laughs> そうそうだよカレーがカレーそんなそれぐらいだった私も言えますよトイレに行っトイレ、布団が吹っ飛んだえー のに音は <laughs> 音は何かあるかなかわいい2階で出てそんな気にしない気にしない気にしないよやり直せやり直もうやり直さん,直さん1回きりでしょゆーカのゆーカリそうユーカリのゆーカ,うーカ,ーカ太陽が怪我していたいようわえいいねそれいいですねそれは待って私帰ってきてさなんとなく冷房つけてなかったわ寒い暑い <laughs> 痛いよ,痛いよかぶっとるわかぶってる海好の海好きかわいいあ,ありがとうなんかわからんけどありがとう尾上の,の顔の上尾上の,の顔のあいいですねそれ使おう私は <laughs> 空ですかいえ空ですかいか寒いかーいそう暑い暑く暑い <laughs> 今日はチーク超えな、ね、いそうめっちゃチークいっぱい塗ってますそう恐竜さんから プール行くって言ったら日焼け専用にねってきとった全然日焼けし日焼けするあれなかったとにでっかい道はでかくてどうことでっかい道はでかかった北海道はでっかい道じゃなくて空ですかいあそういうこと空ですかい空でなるほどね日焼け止め塗ってない さんから日焼け止め塗っていきなさいって言われたけどそうそう全 <laughs> くせんかったすき家も松屋もすき家す <laughs> き家けどすき家めっちゃすきやねんすき家めっちゃすきやねんすき家めっちゃすきやねんり <laughs> ん龍くん受験はどうなったん知らんねなんかもう疲れたって言ってましたけど <laughs> ホットケーキはホットケーうまいメロンにメロンメロンはいいですね 北海道は尾根月大大移動, <laughs> お大移動北海道はでっかい道しかダメだって北海道のダジャレは北海道はでっかい道しか受け付けてない月好きや好きや色白美人ですね <laughs> そう全然焼けてますよ本当に全然日焼け止めのラン いるかはいるかそんなたじゃれ好きよ私イルいるかはいるかおーいたいたいるかいたいるかさいるかさんいたえいた今普通になんか普通に言っただけなのにえすごすごタイミング素晴らしかえ <laughs> あと10分早さ日付変わりましておはようございますおはようございますサマラさんあけましておめでとうございます 猫が寝転んだいらんみんなからいらんって言われてるかわいそうん写真で一言にしてくださいね <laughs> いいよ別にそんな企画してないしダジャレ企画をやってないしやってたかごめんやってたわ逆シンデレラさよならもうやめているかめっちゃ元気だー よしっ。て書いてます。みーちゃんが水着になった記念でダジャレして、あ、そういうことか。そういう。そういうあれがあったんだね。うーん。あ、や、ちゃんまん、おし。まし、なんですか。それ、どういうことですか。詳しく教えてください <laughs>。大喜利は大の苦手で、嘘やん。ほん、本当か。嘘やろ。水着写真。 いる <laughs> こんなフどこフフフフがっとるフ <laughs> 言いそう言いそうフ、えー、いフフ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 フね,ちょうど丸いんねこんな笑顔で<笑>おみちゃんのアイコン写真で一言どうぞどうぞ言ってください ゆうかさんに写真集カメラマン。ええー、でもなんか上手そうやね、写真撮るの。おはよう、ゆうかさんの偽物が来た。抜いて偽物や。わあ、素敵なあれ、つけとる <laughs> 素敵なマスクをつけてますね。オンディーファイブ。うん。オンディーファイブ。なんか聞いたことある。 フィンガーブみたいなやつ違うね何期オンリーファイブオンリートゥデイいてくれればいいからダラッタラララララッタララなら知ってるよそれ以外でありますっけ好き好きってばありがとうゆうかさん突然好きって言われた私 私の歯綺麗でしょ <laughs> え言ってそう言ってそうね自信満々になんかハードしてる感じするね確かに歌わないでください歌ってないですよ歌ったうち入らんよまだこんなんじゃ好きだよ <laughs> どうしたのありがとうございます m メ b ビーバッ t ノ o t デイえっええへえへなんだっけ Only today? そんな訳すなとしとかり謹慎してそうしっか謹慎でこの顔されたらムカつくよね歯医者さんも何やこいつでなりそう <laughs> この顔されたら小さい子が好き大好きらしいよしえそうなんだ私ちっちゃくないよ全然好きじゃないん私のゃなかったえっ、ー、毎日言ってくれてんの言ってくれてるね確かに。 俺は好きではないかなかなっこい,い,好きではない大好きかなユーカリンの水着見れてテンション上がっております素直でいいよね素直 <laughs> でいいよね <laughs> なんか素直でいいですねいいですよ素晴らしかったもうめっちゃ認知されてるからねユーカリンからユーカさんはめっちゃ認知されてるあの定期的に DM のスクショ届いてるからね 気をつけてくださいよゆうかりに DM 送る全部シェアしてますんでイルカさんとの d 由でもめっちゃ優しいけんね毎回そううまかっちゃん買ってきた <laughs> あーでも合う合う合う,う,うちょっとねあの嬉しそうな感じがねなんか嬉しそうだよねこの子ええちょっと待ってええちょっと待って 来週イルカさんユーカリに会い行くやん何か言ってたよ言ってたよあの今日聞いたわそういえばあのオンフラインイベントの話「おみも来る?」って言って「行っていいと?」って言ったけど行けんやろ絶対場所どこって言ったかな忘れちゃったえひどいおみちゃんにも DM 送って寂しいよ <laughs> ちょっと笑いすぎたけ一旦さ、うんさ顔をちっちゃくする、うん、リリーの <laughs>、うん、そんなことないです <laughs> うん海行くない <laughs> 行けない絶対私中国語で言う,そう中学語やったらねユーカリンにしか分からんけんねいいですねその手はユーカリン読めるしね 書,き書くのはね苦手っていうか言ってましたあの喋、ー、るのと読むのはできるけど書くのは苦手とか言ってたなリーン送ったらブロックされる時 <laughs>、えー、そんなこと言ってないそんなこと勘違いそれはね嘘情報中国語ならいいですよセーフセーフ翻訳アプリ使ってるけどあそうか あやだってスクショで送られてきてもん翻訳アプリ使えないもんいんまりさん最近どっかでいたぞあなんか作り合いが始まった多 <laughs> くてごめんえ何が何が重いとえっ凛ちゃんはねいるよきっとどこ、ね、ほらいるじゃんゴリンゴリンちゃんおみや日本語話すのもやむのも書くのもね そうですねオミやね日本語話すの格のうん読むのも苦手やけどそう雰囲気ではしゃべれる <laughs> あわかるよそれえっと愛してるってことやろりょうだんさんえそうなんだ画像もできるんですね みちゃんとゆかりのファン層かぶらないけどそれまたそれはね結構ねそうなんですよ私とゆかりはね全然こうかぶらないですねかぶらない知らんよ素が知らんけど <laughs> えわからんよめーあ分かったおみちゃん世界で一番かわいいじゃないかアニメでさ <laughs> 違うえそうそれでそうかぶらないんだよねなんかみゆことかゆきなとかは なんちょいちょいかぶりかぶってるってかなんかそんな一緒に同時に応援してくださってる方いるなって知ってる人もいるけどあんまいないなユーカリンは確かに全然知らないそのユーカリンとおみずきどっちも応援してますっていうことあんまり知らないかも名前変えてごめんえ何名前変えて誰がそんなごあ いるかーって来てるよそうあんまりねからないゆうかさん十一日の劇場でぴょんあやちゃんまんを同率一位にしたってわどういうことですか詳しく教えてくださいゆうかりんはタン押しが多いどうなんだろうなゆうかりんのはタン押しが多いのかな いわくライトファンが多いって言ってましたよライトファン <laughs> ライトファンが多いみたいな話を言ってましたねだからなんか結構私たちさなんか仲いいじゃんい日付不思そんな感じではないみたいなこと言ってたねそうまあ見たら分かるよねインスタとかツイッターとかめっちゃいっぱいコメント来てるもんねじゃあランキング読みまーす 1> 第一位アーリンさん、え、初めてじゃない一位アーリンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。 第2位、スーさん、ありがとうございます。第3位、クボくん、ありがとうございます。第4位、リンちゃん、ありがとうございます。第5位、ブリントさん、ありがとうございます。第6位、インテリアクトさん、ありがとうございます。第7位、ポッポさん、ありがとうございます。第8位、キドッチさん、ありがとうございます。第9位、ミネマッチさん、ありがとうございます。第11位、レイピンさん。 ありがとうございます。第11位、ユッキー・オノッチさん、ありがとうございます。第11位、タカリンさん、ありがとうございます。第11位、デカプーさん、ありがとうございます。第11位、モークーン、ありがとうございます。やだ、終わっちゃうみんな、おやすみ